ですからね、韓国のね、生存権番、生存権じゃないわ、電波の国。1番から9番。これね、縦のあれだわね。それでまあ、だからあのまあ、 カースト制みたいになってるわけですよ。ですからね、まさに、私たちとは全然違う。まさに日本で9番でもなく、10番ですね。電波の国はね、日本政府から発信している。これはまあ世界各国でもやっていると言われているもの。まさにお父さんの顔の方の、あれでもずっと私たちが暮らしていてね、まさに勧誘お断りでございますよ。それだったら安倍総理だったはずですよ。ね。それとまあ、あと何でしたっけあ、そうそうそう。 まさにね、2009年からですよ。あれはね、ですから、あの、サタデーラブだったんですよ。つまり、ね、角松アメリカだったわけです。今度ね、だから、アフターファイブクラッシュはね、まさにまあ知らない、韓国の方なんですよ。ご、あのね、韓国の、韓国の音楽家の話だったからね、もういい加減にしてもらわないとね、どういうつもああ、本当に不思議に思いますよ。でも、沖縄はねあ、バイデン氏があってこそのね、ユン政権の三国だったんですよ。に、ね、に、自然だ、韓国。